はい、作家塾の久保です。例の尖閣諸島の問題ですけども、いろいろと情報が出てまいりまして、この記事を見ることができました。東シナ海の領海に中国漁船が一斉に出港、一部は尖閣沖へということなんですね。敏感な海域には行くなよというふうに福建省を中心として、中国当局が漁船の方に出していたんですけども、でもね、一部は尖閣に向かっているようです。で、ここからね、二つのことが言えるんですよ。一つはですね、やっぱり中国当局が行くなといえば、こういうふうな形で漁船の操業を停止するということもあるということはですね、行っていいよっていうふうな掛け声があれば、ドカーッとね、大量に押し寄せるってことなんで、やっぱり海上保安庁の、警戒とかね、緊張っていうのはずっと解けないということです。要するに、疲れちゃうわけですよね。で、疲労がピークに達したときに何かが起きるのかなっていうことをね、考えちゃったりします。これが一つ目ですね。で、もう一つはですね、一部は尖閣沖っていうでしょ。で、尖閣沖に一部行くことによって、ジャブを繰り出すわけですよ。ジャブを繰り出して、それによって様子を見て、その一部っていうのがだんだん増えていくのか、それともですね、米国や台湾を刺激しないように、本当に一部の操業だけに細々と留めていくのか、そして、実効支配のですね、実績を作っていくのかどうかってことだと思います。で、地元の、こちらですね、地元の漁業関係者らによると、当局は敏感な海域として台湾近海や尖閣沖での操業を規制し、尖閣への接近を禁止する規制線も設定しているということですよね。これ地元の漁師関係者っていうのは、どこの地元の漁師関係者ですかね？ちょっと曖昧な書き方のような気がするんですけども、どうでしょうか。中国福建省の漁業関係者なのか、それとも尖閣諸島にね、操業に出ている日本、もしくは台湾。でも日本の漁業関係者って考えた方がいいんでしょうね。日本固有の領土ですからね。漁船員の男性は15日、まず台湾海域で漁をする。魚釣島へ向かうかどうかは魚の状況によると話した。これ誰にインタビューしたんでしょうかね。日本の漁船の乗組員でしょうか。ということでね、いまいちわからないところがありますけども、こういう記事を拾うことができました。産経新聞です。で、関連して、こちらのね、河野防衛大臣の談話をもう一回紹介していこうと思いますけども、河野防衛大臣がね、唯一の日本の両親なんじゃないかなっていうふうな、閣僚の中で一線を画している方だと思います。おっと、変なのが出てしまいました。すみません。これについてはね、また別の機会に動画を作りましたんで、今回は言及を避けますけども、やっぱりね、自衛隊、この河野防衛大臣の出番なんではないかなというふうな気がします。はい、では今回は以上です。